動いてますね。本当に僕の運転で畑をしっかり耕してる。ガチャガチャピンピン、ガチャピンチャンネルですぞ。みんなやっほー、ガチャガチャピンピン、ガチャピンです。僕はまだまだ北海道を満喫しています。なになに、どこの畑にいるのガチャピンって。僕は今帯広農業高校の広大な畑のど真ん中にいます。どう、驚いた？やっほー。あ、山はそんな近くないから山びこはないのか。そして畑で発見したお友達をご紹介させてください。田村先生です。はい、皆さんこんにちは。ガチャピンようこそ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、こんな広大な畑でどんな授業をされてるんですか？はい、一つはトラクターの実習で耕運をして畑を起こしてます。え、高校生からもあんなに大きいトラクターを。他には？はい、あとはトマトやナスとかを収穫をしたり、うん、除草をしたり、そんなことをしています。もう農家さんのお仕事まんま実習で学んでいるんだね。3年生になったら農業経営もありますので、うん、就農した時に自分ができるようにしっかりと学んでいる学校、学科です。まさに日本の農業の未来を担う授業ですね。あ、先生、僕にも何か学ばせてください。そうですね、今日はガチャピンにトラクターを運転してもらいます。大丈夫、僕がついてます。はい、先生を信じます。はい、では十分に楽しんでいきましょう。はい、楽しみます。あれ、生徒さんらしき方が。こんにちは。こんにちは。こんにちは。帯広農業高校の3年千田優吾だよ。あ、千田さん、よろしく。はい、ガチャピンです。よろしくお願いします。千田さんはこの学科でどんな実習をしてるんですか？最近では大豆の除草をしているよ。あ、大豆の除草。あ、なんだか大変そう。大豆の除草では暑い中作業するから熱中症に気をつけたりして作業しているよ。今年の北海道は特に暑いもんね。気をつけてね。あ、ところで僕これからトラクターで畑を耕すんだけど、千田さんはやったことありますか？実は僕も耕したことないからとても難しいと思うよ。え、そうなの？あ、そしたらご提案なのですが、その千田さん、お先にやってみていただけますか？自信ないけど頑張ってみる。やってみる。はぁ、僕応援します。ガチャピンチャンネルですぞ。おお、千田さんの運転するトラクターが動き出しました。頑張れ。遠くを見て、遠くを見て、どっか目標を見つけて忘れてる。なんだかすごい様になってる。本当に初めてなのかなってぐらい上手。僕にできるかな。あ、近づいてきた。耕して黒くなったラインがすごく綺麗だね。千代さん、もうすぐ。頑張れ、あとジャーク。千代さん、すごく運転スムーズだし、耕すラインはまっすぐだし、初めてとは思えないくらいお上手だったと思います。ガチャピンも頑張って。はい、頑張ります。さらガチャピン、よろしくね。お願いします。発進するときは、クラッチを踏んでもらって。お、はい、出発進行。おお、動いてますね。動いてます。ガチャピン、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。あ、早速曲がってしまってますね、これ。ちょっと待って。まっすぐということはハンドル。もうね、ちょっとね、はい、左に行っちゃってるから、ちょっとハンドルを右に回して。はい、右。そうそうそう、もっともっともっと。うん、いいよ。はい、戻して。ハンドルを戻す。OK。だいぶ慣れてきたかも。あ、ちょっといい感じ。OK、OK、OK。もう上手じゃん。こんな大きいトラクター乗って、もうプロだね。ありがとう。
がとうございます。そんなこと言っていただけたらもう僕ねちょっとね右に行っちゃってるから。はい失礼しました。完全に調子に乗ってました。もう運転慣れてきた。はい。でもやっぱりまっすぐってのがすごく難しいですね。ちょっとねじゃがいもの方に行ってるから、うん、左にハンドル引いてまずよじゃがいもがそこにあるから潰してしまったら怒られちゃうから僕。そうですね。まっすぐまっすぐ気をつけて、はい、もうちょっとねもうちょっと回して、はい、うん OKOKOK。 はい戻してハンドル。はい。すごいな本当に僕の運転で畑をしっかり耕してる。なんか僕できちゃってるけどもかなり貴重な体験をさせていただいてるよね。それにどんどん後ろが耕されていくのすごく達成感と楽しさを感じる。よし。ともなくゴールです。はい。よーストップストップよし。よかった。先生ありがとうございました。ガチャピンチャンネルねすぞ。みんなお疲れ様。ありがとうございます。最初は緊張したけどみんな合格。でもガチャピン、うん、ちょっと芋に行きそうだったね。あの失礼しました。次回は気をつけます。ガチャピン今日は畑お越ししてもらいましたけれども、はい、この後ハウスで収穫作業をしているので、うん、そこに行ってください。収穫作業わかりました。収穫お手伝いしてきます。田村先生千田さんありがとうございました。ハウス行ってきます。ガチャピンチャンネルですが、このあたりかな。あ、生徒さん、こんにちは。こんにちは。帯広農業高校3年の岡部健太です。僕はガチャガチャピンピンガチャピンです。もしかして今まさに田村先生に聞いた通り岡部さんは収穫作業中ですか。ここではナスの収穫を行っています。ナス僕大好きだよ。ニスたち、これはいつ頃植えて今の収穫に至ってるの。3月の上旬に箸を行い5月の中旬に定食を行っています。へえ、春から時間をかけて育てられてきたんだね。僕にもぜひお手伝いさせてください。はい、ぜひやってみてください。はい、頑張ります。ナスの収穫は大体指でちょうどつかめるぐらいの大きさのものを選びます。そして上を切りすぎないように切ります。こんな感じです。すごい。熟練の農家さんに教わってるみたい。じゃあ僕もどれにしようかな。これなんかだいたい指でちょうどつかめるくらい。でも僕の指ちょっと大きいかもしれないけど、これで大丈夫ですか。だいぶ収穫できるぐらい大きくなってます。あ、よし。じゃあこのナスを上を切りすぎないように。はい。あ、取れた。どうですかこれ。だいぶ立派なものだと思います。ちなみに他にはどんな作物を育ててるんですか。他にも実習でピーマン、トマト、メロンやスイカなどを育てています。そんなにたくさん。その作物ごとのいろんな栽培方法をこの学科では学ぶことができるんだね。すごいな。ここで収穫した作物は放課後実習の販売会で販売をしています。またこうした作物を食品製造している食品科学科という学科もあるのでぜひ行ってみてください。食品科学科、なんだか美味しそうな気配。今日は収穫作業一緒にやってくれてありがとうございました。それじゃあその食品科学科に行ってきます。バイバイ。僕たちのグッズが発売中。概要欄はチェックですぞ。